これね、照明あったんだけど、ラキちゃんがかじったらしいよ。ヤッキー怒んないで、なんかイラついてる。いや、聞かないで。ここで寝てます、ラキが。噛まれるかもしれない。今日はしゃぶしゃぶ食べました。まつげ上がってるよ。ヤキ、イカヤキ、うん、一回見せたい、ラキのこと。でもめっちゃイラついとるけん今危ないです。ちょっとめっちゃ尻尾がブンブンなってる。今ダメだ。はい、おトイレタイム。ラキちゃん。暴れとる。レキ。そう、昨日さ配信しようって思って、あのお姉ちゃんち昨日の夜来たんですけど、配信しようって思ってて、でお姉ちゃんと楽しく話してたら12時5分とかになっちゃって本当にごめんなさい。ごめんなさいっていうか別にあのあれなんですけど自由なんですけど、だとは思うんですけど、連絡が遅くなっちゃったからね。それはだからね、毎日配信ね途切れたんですよ。でももともとね、もう引っ越しの準備するって言ってたから、もともとそうしようとは思ってたので。でも昨日はね配信しようって思っとったよ。なのにね、時間が過ぎ去ってたからちょっとへこんだよね一瞬。1155日、そうですね、いいきっかけ。でもそう、自分の中で自分の中でそうあー猫だった、ありがとう。え、ミスしてくれる、ラキちゃん。うわ、噛まれそうになった。ごめん、猫ちゃんタワーだったから猫見せようと思ったけどちょっとイラついてる。みゆちゃんありがとう。なんでそんなイラついてるの、さっきから。みゆちゃんありがとう。ありがとう。昨日お誕生日やったから、ごめんね、配信でさ昨日言えなくてごめんよ。みゆちゃんお誕生日おめでとう。当日じゃなくてごめんよ。わりりごめんね、ありがとう、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミュちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。全然ありがとう、お誕生日メール嬉しかった。ありがとう、
か今ねカキカキするものがないの。またみゆちゃんがいるときに見せてもいい？俺おめでとね。全然いつでも大丈夫。ありがとう、おめでとね。みゆちゃんもうずっとねめっちゃ一途でいてくれてるんだよね。本当にずっとずっとモモのこと好きでいてくれてたんだよね。本当にありがとう、嬉しい。そうずっといてくれてありがとね。スクショしたっけ。向かいの猫ちゃん何歳。猫ちゃんは今1歳半くらいですね。ずっとずっと大好き。モカもずっと大好きだよ。おめでとう。こっちの方が影なくなるんかな。ちゃん東京よくそ寒いけどね。寒かった。東京寒い。東京のうん大人っぽくていいね。本当そう影ができるんよ。めっちゃこの照明だと。だから髪を減らして影を少なくさせました。東京のお姉ちゃんちですよね。明日雪降るの。それは辛い。どうしよう。もちゃんしばらくやっとね。あさって帰ります。大人もちゃん、大人もちゃんだよ。明日朝雪なの？そうなんだ。大変だ。それは明日じゃあ厚着しますね。ありがとう教えてくれて。今日でももう寒いのに。明日しお仕事しないの。東京ロールしてたもちゃん。じゃあいいよ、お仕事サボってもお仕事サボってもいい。下のまつげねちょっとで、ね、こうやって手でちょっと挟んでる。こうやってこうやってやってる。出迎えに来るのめっちゃめっちゃボサボサ出るかもしれない。影じゃないのか。簡単サボりたくなるから言わない。サボちゃうって思うから言っちゃうから。寒いよね。寒くて風邪ひきかで。わかる。もうかもプルプル震えてた外で。プルプルリンでしたわ。なきちゃん来てくれない。なきちゃん来ないですね。もうももか飽きられたラキに。こんばんこんばんは。ビニール袋を追いかけるおもちゃみたい。いやなんか今日ねさっきお姉ちゃんとその道を歩いてた時に
なんかすごい猫ちゃんに遭遇したんですよ。そうだからめっちゃ猫ちゃんいるなと思って、猫ちゃん追いかけて、まあ、逃げられてたんですけど結局猫ちゃん追いかけてたんですけど、したらなんかもう一匹いるなって思って、さっき逃げた子かなと思って見に行ったら、普通のなんかゴミ袋みたいな袋の塊だったんですよ、ゴミの。んでそう、野良猫ちゃんかな、わかんないけど多分野良猫ちゃん。そうたらお姉ちゃんが、姉ちゃんがそれはちゃうで、それはゴミ袋。最近そろそろ機嫌良くなった？ゆき？もう帰るの？すぐ。あ、そう、帰る。ね、あなた帰るの。一瞬で帰られた。あ、帰ってない。一瞬でお帰りになりました。うわー、ダメだ、今また噛まれそうになった。今持ち上げたらダメだ、今日は、今は今はダメです。ファンサービスをしてくれない。姉ちゃんのエクソイト終わりですお笑いした？そう、なんかツイートすぐされてて、そう、文章力うまかった。しっぽーしっぽー、コメントしといた、嬉しい嬉しい。猫さん今日、猫ちゃん気まぐれだね。本当にラキ様は今日は気まぐれですわ。もうが寒い、もうぜひやだありがとう、ピノさんありがとう。ありがとね、たくさんみんな。猫らしい猫だよね。猫は気まぐれ、気まぐれだよ、ほんと。こんばんは。お、15分配信しました、しか出ないいやー、こんばん、こんばんは。チュール、そうね、チュールあげるしかないよ、本当に今映すってなった。そうね、来てくれないです。もうかなり気まぐれ、もうラキほどは気まぐれじゃないよもうかいい子。こんばんは、こんばんは。
ンキン。よしここくんありがとう。クリさんありがとう。みんなありがとう。メールの時はまあまあだったかな。朝はまあまあだったんだけど。2年前朗読劇だったんだ。なんかあっという間だね。なんかこの間やった気分なんだけど。懐かしいな。夜ご飯はしゃぶしゃぶ食べました。また来るの？なんか往復してるの。さまぐれなとこも可愛い。気まぐれじゃないもん。あっという間。ママが水飲んで、そう朗読劇の時水、うん、ね、今尻尾が見えたでしょ。めっちゃ今は足の掃除、爪伸びてるね。あ、はいはいはい。今ちょっとほら尻尾がね、今チラッと見える。ちょっと尻尾が見える。あ、もう見えなくていなくなっちゃった。いなくなっちゃったよ。もうありがとう、たくさん。未来ちゃんの誕生、そうだよ、未来ちゃんの誕生。あの時さ、いっぱい好きって言ってもらえて嬉しかったんだよね。今日は魚の日？ラティ君お魚食べてるのか。でもなんかチュールとかマグロ味やからさ。ももかいい子だったら意外。ももかいい子じゃん、ずっと前からいい子じゃん。ねえラキちゃん、シャチから往復がすごいよ本当に。部屋の焼き。昨日ラボの収録です。カメラ嫌い。そうそう、カメラ嫌いなんよ。一瞬見えましたか。ちょっと今持ち上げるの危険な気がするから持ち上げれないんですけど、ここに今来た。一瞬だけ、もう2秒とかちょっと見えたかなって感じ。もうラキモモツーショット、そう難しい。ねえラキ、抱っこさせて、抱っこさせて、抱っこ、抱っこさせて、うん、させてくれない本当に。めっちゃイライラしてる。尻尾がね見えるやろ。ビニール袋をしてめっちゃ本当ビニール袋も本当に猫じゃなかった。全然近くで見たらほんまにビニール袋でしかなかったです
くもいちゃう。怖いな、突進してきそう。うん、つんない。地味に見えるんだけどね、顔があんま見えないんだけど。餌で釣る、そう、餌では釣れるかもしれないけど、なきくんまだ幼い。なきくんはでも子猫ではない、もう生まれてから1年半、1年半ちょっと経つのかな。あとねえ、なきまだ1年半しかいないの、この世界に。ごめんって猫派の娘の言う。本当？でもね、両方好きなんよね、やっぱ。でも猫の声が好き、結構なんかニャーって感じが可愛い。今ね、水飲んでます。うちですか、人間の18。そう、同い年ぐらいなんですよ。猫の年齢では今20歳ぐらいとかなんですけど、そうだからももと同い年なんですよ今。ラキくん抜かれるけど、多分すぐためですね今。でもこれから先輩になられると思います、猫。猫にね、ツンする。ちくん猫に嫉妬しないで。お似合い、私とラキくんお似合いかも。ニャキニャン、ラキニャキ。でもちょっともうかカム系はあまりね好きじゃないんですよね。ちょっとカム系の子はちょっといやだなんだ、噛まないでいただけると喜びますね、ラキくん。さらに美人度が増した気がします。本当ですか、ありがとう、嬉しい。それは難しいね。いやマジでこの子本当にね、本当にね、この子もう絶対噛むの、もう噛まんことないね。ラッキーまだ噛むよね。僕の飼ってた猫やかいね、ラッキーくん11歳だからおじいちゃん。おおじいちゃん猫、怖い怖い怖い。甘噛みじゃないね、結構痛いから血が出るぐらい。あ、なんか手にあれ引っかかってる。手に引っかかって、あ、どいたね。
どうかな、ツーショットできた、やっと今日のツーショットやっとできました。よかった。おお、びっくりした。元気すぎね、元気だよめっちゃ。そうね、本当はね、うん、ドアを開けとけばね、そんな音なの。天国に大体構わないのこと。お、いいね。はい、また絡まっちゅう。はい、また絡まっちゅう。たまにビクンとして、そう、怖いよ、音が急になるから。はい、取れた？あ、取れないじゃん。おもちゃが引っかかってるね、手に。行動力もうずっと動いてるから、なんか猫カフェにいる猫さんとか結構落ち着いてそのままにいることが多いんですけど。けど、うん、この子はずっと動いてる。自分で自分のさ手にさ引っ掛けてさ怒っとるんですけど、わかんない。猫カフェの猫ちゃん気持ちよさそうにゴロンって、そうそうそう、なんかね、あんまりはしゃいでるわーみたいな子いない気がする。まだ若いか、あ、まあ今がね一番ね若いもんね。ママ噛むことありますか？噛むことあります。どうぞ。もーちゃんに噛まれたい、どういうこと、噛まれたいの？今日なんかと、そう、今日は前髪を分けてるから、噛みちぎってもらえたら怖い。何したかまの、わかんない、気まぐれ。やばいやつや。ラッキー食べないよな、もう。猫に噛まれるとめっちゃ痛い、牙がとんがってるからほんまに痛いです。もう噛まれたくなさすぎて昨日からずっとラキちゃんのことを見張ってる。だからまだ一回も噛まれてないけど、明日ぐらいに噛まれるかも。
こが素敵。本当ありがとう。声の猫ちゃん声の猫ちゃんはね連れてこれなかったんですけど、お姉ちゃんのお家の猫さんラッキーです。ラッキーです。ラッキーです。寝てる時もそうなんよ、寝てる時怖い。ちょっとでも今日朝ラッキーちゃんが起こしにね来たんですよ、私のこと。それでめっちゃここら辺頭めっちゃ踏まれててめっちゃ痛いなと思いながら、めっちゃ何回も何回も起こしに来て、それでそれで私の寝床を奪ってくるんですよね。だから寝るとこがなくなっちゃう。でもラティ君なりに起こしてくれてるのかもしれない。早く起きな起きにゃーって言ってるのかも。早く起きにゃいとーってきにゃいと。遊んでほしいのか。どうだろうね。朝はね甘えモードなんですよ、ラキちゃん。にゃんだこれ。おきにゃーって。なんかアラームが聞こえたらもう起きる時間だって思ってるのかな。だから。アラームが鳴ったら来てくれる気がする。モーニングコールニャッキ。眠たくなった。モーニングコールにゃ、そうモーニングコールにゃってくる。起きるにゃよーって。朝なら抱っこさせてくれるし、イラついてなかったらさせてくれるけど。私が結構ビビリだからちょっとね噛まれるのに恐れて、そう背後霊みたい。背後霊モカの背後霊は多分ねキュロンキュロンしてる可愛いキャラクターみたいなのが後ろにいると思う今日大人もん嘘そうかしら。今何時？あ、守護霊、あ、そう、守護霊か。背後霊はダメだ。守護霊。40分になったら読もうかな。守護霊って守ってもらう。もんだから強そうなのが、あーそっか。でもなんかキュルンキュルンななんかキャラクターがいっぱい並んでくれてたら嬉しいな。
可愛いやつが後ろにいてくれたらいいな。こんばんこんばん、たくさんありがとう。ももがちょっとももがやちゃんみたい。シュゴキャラ、シュゴキャラがいるかもしれん、ここらへん。シュゴ好きすぎて夢にいたこと全部本当に頑張ってくから、どんなキャラになる、大切なのは素直な気持ち。たくちゃん、そういっぱいいるの、いっぱい可愛い子たちが。カーチケればいいです、カーチケればきっと勝てる。明日からくら寿司なんだ、ちいかは行きたいな。守ってしごう、なんか見たことあるかも。なんて読んだろう、しごキャラだとりまちゃんとかゆいやが好き。え、一緒じゃん。一緒じゃん。私りまたんのコスプレ買おうか本気で悩んでたよこの間。いっぱい食べないと口。そうなんよ、一貫のやつ食べなきゃ。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。かゆい。明日はクリアファイル15日からノート。ノートいいな。ノートのコスプレ見たすぎ。嬉しい。ありがとう。オートロか。オートロ？オートロはちょっと高級だね。そう、最低でも5皿。5皿は食べれるけど、でも、10皿とか食べられないから、本当に1貫のやつ10皿食べるしかない。そう。今日も会員ありがとう、嬉しい。ありがとう、かゆい、なんかさっきから。食べられるの、そう、うん、やるんだよ。最近課金制度できる。そうなんよ、なんか絶対にピクラポンが引けますみたいなセットがあるんだよね。なんかそう、でもお寿司決められてるんだよね、それ。そう、あ、デザートもね入りますよ、お皿乗ってるから。ももちゃん連れてたお食事代助かる。それはそうかもしれない。お寿司屋さんとか行っても多分そんな食べれないからね、ももちゃんと行くとお安いかも。クリアファイルノート先着で2500円。そうなんだ。でもめっちゃ人気そうだね明日。ミクロポン当たらない。原宿のクロッチで大親友って言ってるからゲットしておきます。いいの、嬉しい、ありがとう。まだ直すしでも思ったなら安心しそう。安心かもしれないよ、安心かもしれない。ステーキ食べる、ステーキも好き。高いネタばかり頼んでもいい、本当。じゃあね、ウニ。ウニが食べたい。なんかさ、魚ちゃんでさ、ウニ食べたじゃないですか、お寿司に行った時に。あれからウニって美味しいんだって思って、
なんか食べたいなって思ってる。だから今はとってもとってもとっても北海道に行きたいです。ウニ食べたいから。やばいお店1貫4000円。え、そんなお店あるの？行ったことない。そ、知らなかった。そんな1貫4000円。ウニはね、ウニはでもそう、新鮮なやつの方がいいってよく言うよね。もーちゃんが、もーちゃんが握ってほしい。美味しいよ、もーちゃんが握ってほしい。この間北海道行ったの？ウニ行った？ウニ食べた？お高いよね。そうだよね、お高いよね。うん、もーちゃんが握ったらおにぎりに、おにぎり？僕は上手に握れるから安心しな。桃体操やけな。えちゃん。いくらも大好きだよ。いくらも大好き、本当に。いくらとビントロ、まあ中トロとか大トロとか含めてとか、ウニとかイカも好きだし、エビも好き。いや全部好きってことになっちゃう。カンパチも好きだし、あと何でしたっけね。なんかほとんど好きって言ってるな。あ、タイも美味しいよね。カニ、カニも美味しい。5万円、お寿司屋さんで5万円、すごい。私縁側あんまり食べたことないな。生エビめっちゃ美味しいよね。ももかさん、まだ伊勢エビをそんな食べたことない気がする。どっかでは食べてるのかもしれないけど、ちゃんとは食べたことなくて。ボタンエビとかも食べてみたいな。ホタテもいいね。ねえ、あの潮干狩りに行きたい。おし、ほぼサーモンだ。サーモンも美味しいよな。ホタテ一つ手を持ち。手を持ち。夏ね、本当に日吉狩り、うん、なんだっけ、日吉狩り、うん、潮干狩り、あ、潮干狩り。わからんのと今な、何やったっけと思って、潮干狩りです。モカさんいつもないと思う。ね、ビントロとイカは結構頼むかも、絶対。あとイクラもたまに一皿ぐらい食べるかも。潮干狩り、なんか分からんのといっぱい言ったら。よし、じゃあそろそろ読みましょうかね。ヤドカリを捕まえたの、いいね。読みます。10歳の福ちゃん、ありがとう。猫出しもちゃん、大人っぽくて素敵です。ありがとう、嬉しい。住人の高木さん、ありがとう。配信は癒しの時間です。ありがとう。こちらこそありがとう。11のとしさん、ありがとう。今日も楽しい。写真がたくさんありが失礼して、最近もうかしか見てない。今日も明日もずっともうかが一番大事で大好きなの。おお、ありがとう。毎日あげてくれてるのちゃんと見てるよ、ありがとう。ジーナ、タンさん、ありがとう。スペイベの告知ポスター届きました。本名ありがとう。だよね、私そうかなと思いながら書いたよ。飾ってね。Kのドラガンさん、ありがとう。ももちゃんの守護霊として守ってあげたいね。おお、ぜひぜひ、もうここにいつでもいてください。8のよしここくん、ありがとう。7位のビニール袋のこじさん、ありがとう。
いじってるでしょ、もののこと。ミネロがこれ、猫ちゃんだもんね、写真が。6位のターちゃんありがとう、5位のエビサムさんありがとう、4位のピノさんありがとう、毎日配信たくさんよく頑張ったね、ありがとう、レイジー。3位のエイトさんありがとう、2位のプさんありがとう、1位のミユちゃんありがとう、一生おもちゃ一途だからね、今日も好き、ありがとう、こんなにも一途でいてくれてありがとう、あ、俺はいつでも大丈夫でありがとう、袴の人推しちょっと送ります。送りますね、そう思うかね、遅れてなかったよね、載せる、載せますね、ありがとう、あれなんかは読めてない、ん、変わった、あれ私がん、壇上変わった、あ、変わったのか、あれなんか違うと思って。読めてなかった。12のタツさんありがとう、とは3位のエイトさんありがとう、2回読んでたらごめんね。読んでるかもしれないかな、ありがとうございました。おやすみ。おやももん、またねー、おやすみなさーん。ねえ、20万ポイントまだ半分も、ありがとう、嬉しい、ありがとう、感謝です、ほんと、おやすみなさーい。